都内某所、初めての三国志研究所。おっしゃー、横山三国志60巻読破。これで僕は三国志博士だね。いや、三国志マスターかな。では、おとぼけ博士に質問です。孔明の死因は？孔明の死因？さあ、水虫とかじゃない？水虫で人が死ぬか。というわけで、孔明の死因について解説。わーい。正確な話をすると、孔明の死因ははっきりとは分かりません。1800年前には医学もそんなに発達してないからです。じゃあ水虫も可能性あるね。ねえよ、水虫で人が死ぬか。ただ過労のせいで孔明が寿命を縮めた、こう考えている研究者はいます。正史三国志には孔明のライバル司馬懿が蜀の使者に孔明の健康状態を尋ね、使者が孔明は食事も少なく些細な刑罰まで自分で執行していると話したので、孔明は間もなく死ぬと確信した話があります。正史三国志諸葛亮伝が引く魏志春秋。孔明は北伐の指揮をしつつ細かい仕事も引き受け、無理がたたって死んだのです。でもそれおかしくない？蜀には孔明以外にも姫も姜維もいるでしょ。仕事を部下にさせたらいいじゃない。代表の言う通り、蜀は人材不足とはいえ、姫や荘園、姜維、王兵など人材はいました。しかし孔明は使いこなせなかったのです。なんで？それは孔明が他人を一切信用しない超完璧主義のワンマン社長だったからです。うっそだ、あの孔明がワンマン社長？エビデンスは？エビデンスありますよ。正史三国志に孔明が部下の仕事をこっそりチェックしようとしてバレ、私たちを信用してくださいと怒られた話があります。正史三国志容疑伝が引く常用記。また孔明の弟子とされる馬謖と姜維も終わりを全うできていません。つまり孔明はワンマン体質ゆえに人に仕事を教えることができない過労死確定の仕事中毒人間です。孔明の完璧超人イメージが。カワウソ個人の感想です。でも孔明はもともと慶州城陽でニートだったでしょ。いつからそんなに忙しくなったの？いい質問。その通り、孔明は最初から仕事中毒じゃない。孔明が劉備陣営に加入した頃は劉備軍は人材豊富だったけど、宝刀が死に慶州の関羽が死ぬと、宝勢、張飛、馬超と劉備軍の主要メンバーが死んでいく。そして最後は劉備が医療で敗北、大勢の人を死なせ自身も敗北の後悔で死んでしまう。こうして孔明は17歳の劉禅を補佐し、劉備の意志を継ぐため丞相というポストに就いた。丞相？通常漢王朝の最高ポストは三公で大尉、司徒、司空だ。丞相は三公の上になる非常設ポストで、この三公の仕事を兼ねる、つまりこの時点で3倍忙しい。ひえ。さらに孔明は魏を倒すため5度の北伐をした。その作戦も費用捻出も孔明の仕事。普通なら3日ともたないスケジュールを孔明は11年間もこなした。ひょえー、忙しすぎ、寝る暇もないね。さすがの孔明も50を手前に後継者を求め馬謖を北伐に投入したが、麓に陣を張れという命令を無視してハイキングして水を断たれ、魏の長江に大敗して北伐も失敗する。孔明は馬謖を処刑し自身も2階級降格処分にする。馬謖のおたんこなす。
馬謖のことで人を見る目がないことを思い知った孔明は、自らの死後の不安を振り払うように仕事に没頭し寿命を縮めた。そういうことかもしれない。翌日、おはよう兄弟。おはようございます。うわ、なんすかこれ。北方健三三国志だよ。編集長読んどいて。げえ、そんなの代表が読めばいいでしょ。僕は呪術廻戦のコミックで手いっぱい。孔明から学んだんだ、仕事は共有ってね。じゃ感想よろしく。編集長は思いました。この場合孔明は俺で代表は劉禅ではないかと。小説苦手、原稿が終わらない。都内某所に立つ初めての三国志研究所、通称はじけん。今日も仕事を丸投げされた編集長の奮闘が続きます。おしまい。